今回は不動産売却の媒介契約についてお話したいと思います。媒介契約とは、不動産の売却をする際にお客さんと不動産会社の間で結ぶ契約のことで、種類は3種類あります。まず1つ目が一般媒介契約、2つ目が専任媒介契約、3つ目が専属専任媒介契約です。私のお客様でも他の不動産会社でよくわからないまま契約している方がいらっしゃいましたので、次は違いについて説明いたします。まずは契約期間。一般媒介は法令上の定めはないものの、行政指導では3ヶ月以内です。次は2社以上の会社と契約できるか。一般媒介以外は1社のみとしか契約できません。次は自分で買い主を探して契約できるか。専任専属媒介以外は契約できるので、自分で売却活動がしたい方は専任か一般を選びましょう。次は活動報告の頻度。私はここが重要だと思います。一般媒介だと法令上の定めがないので、ちゃんと活動しているかわからない状況です。パーフェクトパートナーでは希望に応じてネット掲載などを行っておりますが、専任媒介でも全然報告をしてくれないという不動産会社もあるそうです。最後はレインズの登録義務。ここも重要なポイントです。レインズとは不動産の指定流通機構で、不動産会社はここの情報を常にチェックしています。レインズに掲載されると物件情報が広く広がり、早く売れる可能性が高くなります。初心者の方は不動産会社を選ぶのはなかなか大変だと思いますが、契約内容のメリットやデメリットを理解し、満足のいく売却ができたらと思います。パーフェクトパートナーでは新築一棟売りが主体ですが、不動産の売却も行っております。弊社の代表は1000個以上の物件を所有しているので、買い取りをさせていただくことがあるかもしれません。ぜひこちらのお問い合わせラインにご連絡ください。